おはようございます。京都のザリガニ親父ことバイリンガル YouTuber コミュニケーショントレーナーの高野が今日も皆様にコミュニケーション上のワンポイントテクニックをお伝えしたいと思います。今日は8月は13日火曜日ですね。晴天、とても暑い日です。はい、今日はですね、皆様に私がこの8月に出します、私が出してきた整理番号212番とですね213番の2冊の本のご紹介になりますが、今日はですね、今日のテーマはですね、チャット GPT を使うと本の文章の整理はもとよりですね、本に最適な題名、副題を含めましてね、まで考えて出してくれるということです。で、そのですね、今回の本で題名と副題をつけてもらったんですが、とてもいい名前なんですよね。それこそ子どもの名前をつけるのもですね、チャット GPT を利用するといいんじゃないかと思いましたね。はい、どういう本かと言いますとですね、もともとですね、ズームゴーストバスターズという本にしようと思ったんですよ。ところがそれはですね、ゴーストバスターズという映画を知ってる人とかですね、横文字に強い人ならいいですが、普通の人でですね、ゴーストバスターズと言っても分かんないと思うんですよね。はい、チャット GPT にですね、本の趣旨を入れてですね、こういう趣旨の本なんですが、題名と副題を考えてくださいと言ったらですね、素晴らしい題名がついたんですよ。それを採用いたしました。後ろにですね、その本の題名副題が分かるように貼っておきますが、ズーム会議室の怪人という題名になりました。ズーム会議室の怪人、はい、副題はですね、ズーム会議室の問題児をどのようにマネージするかというのが副題になります。はい、まあ私は驚きましたね。チャット GPT はですね、私の大好きな YouTuber の成田さんとかですね、ホリエモンさんの話を聞いてるとですね、チャット GPT に尋ねたって返ってくる答えは高校生レベルの答えだよって聞いてましたから、そうなのかなと思いきや、近頃のですね、チャット GPT は世界のナレッジ、世界の情報を瞬時に取り寄せて提示してくれますんでね、高校生レベルの答えどころかですね、世界の英知といいますかね、まあ今地球上で飛び交っている情報のですね、最高級の情報を与えてくれると考えた方がいいのかなと思いますね。はい、私はですね、長いことナレッジマネジメントのコンサルタントをやってきました。30年以上ですね。ナレッジマネジメントというのは、まあ皆様を集めてですね、ベストプラクティスを引き出して一番いい方法を皆様に共有するというのがナレッジマネジメントなんですが、チャット GPT はまさにですね、世界レベルの瞬時に結果が出るですね、ナレッジマネジメントなんですよね。素晴らしい手法だと私は思います。まあこれからですね、チャット GPT はビジネスにしてもですね、学者の研究にしてもですね、頼らざるを得ない時代に入ったと思います。私たちがですね、40、50年前、パソコンを与えられてですね、パソコンを使わなければなんないのか、困った時代だなと思ったことがありますが、それと同じでですね、パソコンが導入されて50年後、今ですね、チャット GPT を見てですね、
こんなの使う必要ないだろうという人が今の時点では大多数ですが、あと10年もすればですね、チャット GPT を使わないこと自体がですね、変人になると思います。なぜならばですね、スーパーコンピューターを使って世界の英知を瞬時にかき集めて一番いいところをですね、提示してくれるんですよ、質問に対してですね。そんなことができるようになった今はですね、普通のですね、知識人はもうどうでもいい時代だと思いますね。チャット GPT に尋ねればですね、世界トップレベルの英知がさーっと集まるわけですよ。プラスですね、驚きなんですが、図にしてくださいとかですね、提案書にして書いてくれませんかとかですね、ビーイングイメージクリエイターというですね、絵を描く、チャット GPT の兄弟版みたいなものも利用すればですね、絵も描いてくれる、イラストも描いてくれるんですよ。そういう時代なんですよ。ですからこれからはですね、そんじょそこらの知識人、そんじょそこらのクリエイター、そんじょそこらのライターはですね、生き残れない時代だと思います。それを凌駕したですね、クリエイティビティを持った斬新的な作家とかですね、クリエイターしか生き残れない時代になったということでしょうね。はい、今日はこの辺りにしておきましょう。行徳の江戸川版からお伝えいたしました。